マーク・アラン・ホッパスとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ポーウェイ出身の音楽家、音楽プロデューサー、ソングライター、司会者である。1972年3月15日生まれ、人気パンクバンド、ブリンク182のベーシストとして、その名を世界へ馳せている。1972年3月15日生まれ、明るく、大らかな性格を持つ。下ネタをよく言う。 トムと共にアッキカス、マクベスを設立したが、ブリンクの活動休止後に手を引いた。トラビスと共に組んだ新バンド、プラス44で活動している。幅広い交友関係を持ち、ザ・ターリーズ、ニューファウンド・グローリー、シンプル・プラン、MXPX、バニラ・スカイなど様々なアーティストのレコーディングにゲスト参加している。近年はプロデューサーとしても活動しており、 主な作品は、ニューファウンドグローリーの、ノットウィズアウトファイト等。グリーンデーのマイクダーンと、ホールアウトボーイのピートウエンツと同じベーシストとして、仲が良いことで有名。また、フェンダーから、シグネチャーモデルが発売されている。ジャズベースのボディに、プレシジョンベースのピックアップ、コントロールはボリュームのみという、シンプルかつユニークな仕様になっている。ボーカルとしては、 主に低音域やコーラスを担当している。ほとんどはトムと二人で歌っているが、ほぼマーク一人で歌い続ける曲もいくつか存在する。喫煙者で初期ブリンクのインタビューでは、金丸ボロを吸っていた。2021年6月、自身が眼痘病中であることを公表。2005年のブリンク180に活動休止後、マークは、 本格的にプロデュース業を行い始めるようになる。モーションシティサウンドトラックのセカンドアルバム、コミットディスツーメモリーを皮切りに、次々とポップパンクバンドをプロデュースし、複数のヒット作を世に送り出している。その技量には定評があり、2009年にはニューファウンドグローリーの Not with out a fight も手がけるなど、ベテラン勢からの依頼も来ていた。ありがとうございます。